エンブリオは、母木技法性による日本の小説。エンブリオとは出産まで母体に入っている赤ん坊のこと。人の場合、受精後、8週間以降を退治と呼ぶが、本作では8週以降の胎児も、エンブリオと呼ばれている。単行本が2002年に修営者から、文庫本が2005年に修営者文庫から刊行された。著者の作品の中では、臓器農場、受精に続き、 三作目の生命倫理を扱った作品。2008年8月に発売されたインターセックスも本作と同じくサンビーチ病院を舞台としている。産婦人会、岸川拓也は人柄が良く患者に親身に接する良い医師と評判だった。だが裏では人工中絶された胎児の臓器を培養させ、凍結保存させ、移植が必要になった子供に使用したり、 病気治療のために体重を中絶させ、その脳組織を使ったりと、露見すれば、避難を免れない、異常な医療行為に手を染めていた。そして、彼が、目下最も熱心に研究しているのが、男性の妊娠だった。ホームレスの男性の腹腔内に受精卵を着床させ、病院で研究を続けている、人工子宮での生育が可能になるまで観察を続けていた。 この盲点をついて生命倫理を無視した行いに走る岸川はモナコで開かれた学会で男性の妊娠の研究を発表し一躍注目の的となる。だがそれに目をつけたアメリカの大企業が研究技術を入手しようと企む。ありがとうございます。